미카미카三天 Three days 미카在日语中表示三天的意思，它通常用于表示时间段，发音미카。例句3日間休み，我休息三天。让我们一起边看动漫边学日语吧。病院，お前3日3晩寝っぱなしだったらしいぜ。病院，お前3日3晩寝っぱなしだったらしいぜ。显然你在医院里躺了三天三夜。ざれ事じゃねえってばよ。3日もありゃこんな術なマスターしてみせる。されことじゃねえってばよ。日課回りはこんな術の。マスターしてみせろ。这不是开玩笑。这是第三天的技巧。你学会了吗？